グアヤキルは、エクアドルの最大の都市にして、最大の港湾都市。グアヤキル湾に注ぐグアヤス川の川口から約60キロメートル上流の中石地に位置する。2003年当時の人口は219万6800人で、終焉地区を合わせると300万人の人口を要し、グアヤス県の県とでもありながら、南米有数の世界都市でもある。空から見た。 グアヤキル市はエクアドルでの商業と製造業の中心地である。市は大きくする、セントロ、ノルテの3地域に分かれ、それぞれ工業、一般居住地区、商業地区、高所得者居住地区とされてきたが、最近ではセントロを除くた地区は、この分類が曖昧になりつつある。スルのグアヤス川沿いには、水産加工場や製粉工場、造船、 船舶修理工場などが集中している。グアヤキル港はこのする畜産南部にあり、主な取扱い貨物はバナナ、カカオなどの農産物である。2007年に一部がコンテナ専用埠頭に改装され、現在ではエクアドル最大のコンテナ取扱医療となっている。グアヤキル大学、 サンティアーゴでグアヤキルカトリック大学、グアヤキル経営技術大学、ビセントロカフェルテライ総合大学及びエクアドル工科大学がある。1741年のグアヤキル町の創設前にもこの地に原住民は居住していた。1538年7月25日、スペインのコンキスタドールのフランシスコでオレリアーナにより、ムイノーブル、ワイムイ、リールシューダで、 サンティアゴでガヤキルの名前で町が創設された。1600年の人口はおよそ2000人であり、1700年までに1万人を超えていたとされる。1687年、町はジョージ・ディ・ハウト率いるイギリス海賊とピカールとグロニットが率いるフランス海賊に襲撃され、略奪にあった。260人以上いた海賊側は35人が死亡し、 46人が負傷、町の防御に当たった者75人が死亡し、100人以上が負傷した。海賊は現地住民の女性を奴隷にした。1709年、船長のウツ・ロジャーズやウィリアム・ダンピア、及びその手下たち110人からなるイギリスの死略船に町は襲撃され、身の白金を要求された。しかし、大熱病の流行によって、ロジャーズらは、 ミノシロキンを諦め、グアヤキルを去った。1820年10月9日、クローナデローズでレイサーバの軍人やグアヤキルに、野営していた大体の軍人に支援された、市民グループが、スペイン王国の衛兵による抵抗に勝利して、ほとんど流血なしに、スペインの統治機関職員を捕らえた。グアヤキルは、スペインからの独立を宣言し、リブレで、ガヤキル州となり、 ホセ・ホアキンデ・デオル・メドが町の主張に指名された。このことはエクアドル独立戦争での決定的な勝利を意味した。シモン・ボリバルとホセ・デ・サン・マルティンの会談を表現したモニュメント1822年7月26日、ホセ・デ・サン・マルティンとシモン・ボリバルはスペイン領南アメリカの独立を計画するために、 グアヤキルで有名な会議を開いた。1829年、町はペルー軍に侵攻され7ヶ月間占領された。1860年、町はグアヤキルの戦いの舞台となった。1896年、大火によりがいの大半の部分が破壊された。夜間に凶悪犯罪が多発する地域も多く、エクアドルで最も治安の悪い都市としても知られる。 グアヤ・キルを含むグアヤス県では2012年1月からの半年間で殺人が296件、強盗が6593件も発生した。グアヤ・キルでは野口通りや民芸品市場近くのロハ通りでも観光客狙いの強盗が多数発生しているほか一般市民でも銃を所持している場合もあり犯罪が凶悪化している。2013年12月 グアヤキルで新婚旅行中の日本人夫婦が襲撃され、夫が死亡し妻も重傷を負った。2020年2019新型コロナウイルスの感染が拡大すると市内でも死者が増加した。すると、ウイルス感染を恐れる市民により、路上に遺体を放置する事例が続出、市当局が回収に追われることとなった。また、ソーシャルメディア上に映像が公開され世界中に、 拡散して話題となったことから副大統領が混乱に対して謝罪した。プロサッカークラブのバルセロナ SC と CES エメレクの本拠地であり、両チームの戦いはクラシコデル・アスティジェロと呼ばれる。原則、エクアドル国内でのクラシコの故障はこの2チームの戦いを指す。他のサッカークラブとしてはグアヤ・キルシティ FC がある。 1918年、黄熱病に苦しんでいたエクアドルに、ロックフェラー医学研究センターの養成で派遣された、野口秀代は、グアヤキルに滞在し、病原体を発見した。秀代が発見したのは、黄熱病のものではなかったと、後年言われたが当時、栄養のワクチンで、多くの人が救われ、黄熱病の流行が鎮静したことからグアヤキルを、はじめ、 エクアドル各地でその功績が検証された。ありがとうございます。